<ん>お父さん僕もポケモンがしたい。 ついにこの時が来てしまったか俺は息子にポケモンを勧めるようなことをしてこなかったゲームはもちろんアニポケさえ見ることを強制したりおすすめすらもしていないそれはこの子の意思彼が見たいやりたいと思ったことを尊重しているというのもあるがそもそもポケモンはゲームだもん時代が変わってきてるとはいえ大衆にとっては娯楽でしかないんだし強制するにしたって英会話とかピアノとかそういう習い事にするよ俺だって ねえいいでしょポケモンうーんしかしどこまで行っても俺の子というわけかこれは宿命なのかもしれない お前はどうしてポケモンがしたいんだだってポケモンをやればさ、うん。お父さんみたいに会社のお給料が全部税金でなくなるくらいお金もらえるんでしょ現金なんか飽きだなそれに、それはお父さんが偶然、たまたま幸運にもそういう状況に慣れたってだけで、普通はポケモンをしたってお金はもらえないんだ。そうなのそうなの。それにお父さんの場合はポケモンをするだけじゃダメなんだ。ポケモン解説を装った紙芝居を作ったり、ポケモンを題材にしたお人形遊びをする必要がある。正直ゲームをするより動画を作ってる方が圧倒的に時間 を使ってるんだ。 あとお給料が税金で消えるのはそもそも発給なのが原因だ。学生時代サボったツケでしょ恥ずかしくねえの黙れ。とにかくお金目的ならポケモンなんてするんじゃないお金は建前だよ。本当はお父さんがずっとやっていることを僕もしてみたいだけ。建前の方が悪くなるパターンあるのか。最初から素直に言いなさい。それならお父さんはお前のやりたいことを無限にはしないよ。ありがとう。まあ動画をしている関係でお父さんはスイッチを複数台、ソフトもパッケージ版とダウンロード版を合わせて持ってるから、一つくらいお前に貸しても問題ない。わー 問題はどのソフトにするかだが。 お前は幼稚園児だ。未就学時でもできるポケモンは、レッツゴーピカチュウー EV ーだな。これなら難易度も低いし、おすす分けの二人プレイで、お父さんがお前を助けてあげることもできる。舐めるなよ。えそんな子供騙しで喜ぶと思うな。子供だろう。ピカ V は子供が本当に喜ぶソフトじゃなくて、安心して子供に与えられる、親がびっくりしないソフトでしょ。どこでそんな知識を得たのか。そしてどうしてそんなひねくれたことを言うのか。お父さんの子供。なるほど。でもピカブイだって面白いぞ。特にモンスターボールプラスで遊ぶのがおすすめだ。 正直、ジョイコンでやるのとこれでやるのでは、プレイしていただく感想に大きな違いがあると思う。ゲームも初代がベースになってるから分かりやすいし、操作もシンプル。それでもタイプ相性とか、基本的なバトルはポケモンだから、特に幼い子の入門としては最適だ。他の世代に連れて行ける資産としても、伝説、純伝説の、ミュウツーやサンダー、ファイヤー、フリーザーが一応いるし、それでも僕はもっと知的で高度なポケモンがしたい。具体的には SV がいい。正直、お前がもう少し大きければ、お父さんも文句なしで SV を与えていた。現状のシリーズ最 新作だしゲームの自由度やボリュームの観点から見ても、歴代シリーズの中で最も満足度が高いだろう。なら SV をくれ。お父さんにそんな口の聞き方はダメでしょましてやお願いする立場なのに。ごめんね。いいよ。しかし SV はお前には難しすぎると思うんだよな。オープンワールドだし。第一さ、これ最初に言っておくべきだったかもしれないけど、お前満足に文字を読めないだろう。バカにするなよ。えひらがなカタカナの読み書きはもちろん、山とか川とか簡単な感じならわかるもん。クックだって覚えてるし。すご。小2くらいってこと 幼稚園でそれっって人生やり直し機を使ったのび太くんかよ天灯コミックス15巻だねよくわかるな。お父さんの部屋にあった漫画を読んだから。自分で少年用の漫画を読んで内容を理解できるくらいの頭はあるのか。さすが俺の子だ。お母さんの子だからだよ。まあ多分そうなんだろうな。俺小学校に上がる直前でようやくひらがなを読めるようになったし、とにかく話を戻すが、小児程度の能力があったとしても SV は難しいと思う。オーープンワールドってそんなむずいのいや、正直オープンワールドなのは指して問題じゃない。重要な なのは sv にひらががななモードがないことだだから漢字読めるってところが小学2年生程度じゃ読めないような漢字も普通に出てくるんだよ。おそらく作っている人たちもオープンワールドというゲーム性やストーリーの内容から少なくとも小学校、中高学年以上をターゲットにしてるんじゃないかと思う。 でもさ、ゲームって文字読めなくても感覚でいけたりしないいけたりする、正直。実際お父さんがお前くらいの頃、まともに字なんて読めなかったが、RPG をやっていたし、カメラワークやマップ、道のデザインとかで文章を読んでなくても感覚的に誘導されるようできてるんだ。あと最悪、すべてをしらみつぶしに調べて、無理やり先に進むことだってできる。だったら、でもこれは良くない癖だってお父さん大人になって感じたんだ。読まなくても OK という価値観が幼少期に出来上がってしまったから、教科書やそれ以外の本も大人になるまでまた に読めなかったし説明書なんて読まないで触り出しちゃうしゲームに至っては未だに意識していないとストーリーについていけなくなる時があるそれってお父さんが面倒くさがりで注意力3万のアホなだけじゃその可能性は否めないがお前にも同じようになってほしくはないでもわからない字があったらお父さんとかお母さんに聞けばその都度ゲームが止まるのはお前も嫌だろうまあ確かにじゃあ剣タテかなお父さんもそれがいいと思う剣タテならひらがなモードもあるし道順も決まっていて次の目的も示されるから迷子にもなりにくい ゲームの動作回りに関しては SV よりも優れていたりするグラフィックだって遜色ないワイルドエリアや DLC のマップはオープンフィールドだから剣盾の次に SV をやるなら練習にもなるだろうお前は対戦をしてみたいと思うかうんやってみたいだってお父さんでもできるんでしょなめられてるな俺しかし対戦をするならザシアンやザマゼンタ無限イナーにバトレックスなんかは現状 SV でも入手できないからそういう意味でも剣盾をやる意味はあるなんなら剣盾の対戦だって今でもできるからな僕剣盾やるよそれで一人でクリアして 漢字の勉強ももっとしてお父さんに僕の凄さを知らしめて SV に進むんだそうかまあ今でも十分凄いと思うけどじゃあこれスイッチとケンタテのソフト好きな方を選びなさいありがとうまぁザシアンが捕まえられるソードがおすすめだけど話は聞かせてもらったわお母さんえ いや、これはその別に甘やかすとか引き込もうとかしてるわけじゃなくていいのあなたの子ですものいつかはこうなるって覚悟してたこれは逃れられないカルマなのよああ、そうだなうん、せっかくだから私もポケモンやろうかしら何かおすすめはあるお父さんうん、そうだなお母さんはどのシリーズまでポケモンやってたんだっけダイヤモンドパールなら素直にダイパリメイクをやるのかいいだろうネット上ではバグだらけスペシャルと揶揄されることもあるか基本的には当時のゲームがそのまま現代仕様になっているから復帰作としてはちょうどいい 知ってていいるるるるポケモンが出てくることにになかから懐かしい気持ちにも浸れるだろうどうせなら新しい体験をしたいわ。それに私は対戦をする気はないから。そうなのええー。だって対戦をしてブツブツつぶやいたり、早口になったりするあなたのこと、正直気持ち悪いって思うもの。本当に正直だね。しかしだったら、ポケモンレジェンズアルセウスがお母さんにはおすすめかな。完全に一人用のゲームだし、ジャンルもアクション RPG になっているから、それまでのポケモンと違った感覚が楽しめる。翡翠の姿も基本これでしか手に入らないし、2025年には ZA っていう、 続編って言っていいのかわからないけど関連した新作も出るからな。うん じゃあ、それにしようかしら。ねえ、お母さんと一緒に遊べる無理だな。ソフトが違うもん。まあ、お母さんのポケモンをお前に送ったり、その逆だったりはできるけど。僕、お母さんと一緒に遊びたいよ。そうね。なら、お母さんもそっちにしようかな。わーい。ねえ、お父さんも一緒にやろうよ。うーん、そうだな。新しいザシアンとかバドレックスを捕まえてもいいと思ってたし、お父さんも剣タテやろうか。はーい。どうせなら最初のポケモン、相棒、パートナーをみんな別のにしようよ。そうね。まずはあなたが好きなのを選んで。いいのわーい。みんなで遊 食べて楽しいね。そうね。あ、そうか。編集に疲れて仮眠を取ってて寝すぎちまったのか。しかし妙にありえそうな夢だったな。確かにちょうど人数分のスイッチはあるし、当然ソフトもある。正夢になったりして。でも夢の通りでいいのか？素直に sv をやらせた方が。 あんたね休みの日だからって家にこもってないでたまには外出なさいよそれに久しぶりに来てみたら全然掃除もしてないしいい大人なんだからもっとシャキッとしなさい子供どころかパートナーもいなかったわ